彼らはものすごく怒っていて、水に放り投げられると同時に彼らは私のために来る。ひどい匂いも。私が最後に過ごした時、私はそこに沈んだ。私がそこにいる間、私はビジョンを持っていたと思う。私は私の先祖に会った。彼らは生きていた時代がどんなに優れていたのか。そして最近は子供たちが権威を尊重せず、ビデオゲームに明け暮れ、ポテトチップスを食べる様子を教えてくれた。尊敬も規律もなし。私は彼らに不平を言うのをやめるように言った。私は人生において先祖のビジョンを探してきた。そしてついに、とても辛く、体も痛むので深い集中が必要になるだろう。私はそれが嫌だ。私は毛布が欲しい。だから私は毛布を取る。私は誰が言っているか気にしない。もし私と一緒に毛布を持っていたいなら、私は自分自身を、誰かいないか、私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。氷の上のブリトーのように振り回すことができる。それが私がやることだ。私はしばしば昼寝するだけだが、私はまだそこで仲介することができる。彼はあまりにも多くのものを持っていた。それは本当だが、それは彼がとても悪臭を目覚めさせた理由ではない。